あの冷えてる感じを感じ取れるセンターさんってプロだなと。いや今日冴えてます。今日センターさん冴えてる。マジで冴えてる。名推理だか。墓場の喋ってなかった。そう、墓場の温度まで刺す。クルーメイト。私はブリーフ海賊。富、名声、力。この世の全てを手に入れた男。先端恐怖症。彼の死に際に放った一言が、全世界の人々を海へと駆り立てた。俺の4000万200円か、欲しけりゃくれてやる三号星。4000万200円を実家に置いてきた。男たちはロマンを求め、グランドラインを突き進む。世は、まさに、大、山賊時代。オレンジ、青、黄色、黄緑。オレンジ、青、黄色、黄緑。オレンジ、青、黄色、黄緑。懸賞金かかってっから、ちょっと気をつけなきゃ。はい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 、サントスさんの死体が、多分、ガソリンのとこ、ストレージのガソリンのとこなんですけど、暗かったんでどこかわからなかったんですけど、その前に、サントスさんとセンタンさんがガソリンを組んでました、うん、そうっす、はい、で上から、停電なりかけん時にアッシュさんから上から来て、あ、僕じゃないのかレポート、はい、で、僕が左に行こうとして停電になったんで一緒に向かおうという感じで、アッシュさん目線、僕の白照明できますか？白照明はちょっと分からんっすね。分かんない、はい、OK です、はい。センターさん目線の足湯さんはできます？はできないと思います。できない。で僕も一応近くに行って一回、センターさんと、サントスさんが給油してるのを後ろの方で見ながら、ストレージのゴミ捨てやってから、ゴミの方に抜けて引き返そうとしたところでリポートです。ね、エレクトリカルからストレージの方の給油の方に来て引き返った人物が いました。センターさんの後ろにいたって。何やったっけな。じゃあ他の人の。いや、じゃあ多分ね、お互い証明できる。ジョニーさんが左に行ったんですよ、エレクトリカルから左に行って。エレクトリカル出て左に来ました。はい、で、アシユが一番最後にエレクトリカルからストレージホーム行ったんですけど、うん、センターさんと藤宮さんとアシユで、で、センターさんがそのままサントスさんと給油して、藤宮さんがもう見えなくなってたんで、うん、上行ってたんですかね。僕は右に抜けてます。あ、右に抜けてたんですかね。はい、だからどうかな。でも他に右に抜けてていてないやったらもうこの3人のうちのどれか、うん、ありがとうございます。まあほぼ3人か。他の白署名お互いできるか、はい、僕とゲンさんはできないと思いますね、はい、ゲンさんアドミンで、はい、はい、で、ゲンとオラフさんは多分アドミンの端末を見てました。ゲンは見てました。オラフさんも多分見られてたから。カメラを見てた人誰ですか？はい、あと最後に見たの僕です。タキオさんも白だと思います、はい、と一緒にいました。カメラで映ってもなかったですか？右にいた方、右にいた方の乗りてください。はい、はい、夏目です。ナビゲーション。1人でした。はい。はい。あ、じゃあ夏目さん、勝利。じゃあ、僕が、はい、あのストレージからエレクトリカ行ったのは、ゾニキさんで確定っぽいですね。うんうん。ゾニキさんかな。黒。なんかすごい大胆なキルが今日多いですね。なんかまさかあんなとこで死んでると思わなくてびっくりしちゃった。はいはいはい、あ、ストレージからエレクトリカル、はい。先端さん目線、ゾニキさんも犯行は可能なタイミングってことですかね？ちょっと記憶曖昧ですけど、うん、左からその廊下からストレージ側来てエレクトリカルに戻った人物がいた。そして、はい、足湯さんを目撃し、レポートボタン光ってえって感じで レポートをしたと思った。あ、はい、正確に話します。左に、エレクトリカルのタスクを終えた後左に行ったんですけど、ロアの、ロアが遮蔽されていて、それでストレージに向かおうと思ったんですけど、停電が鳴ったんで引き返した。それが私です。なので、あの位置的に私無理だとおっしゃっていただきます。アシュさんは見えてるんですか、はい、ゾニキさんを？いや、見えてない。見えてなかったです。
はい。アシュさんが見たのは多分出るときですね、エレクトリカルから。ああ。そうです、エレクトリカル出るときにゾニキさん左行ったなっていう。左に行ったんですけど、ロア閉まって。で、はい、でまた、ストレージ行こうかな。でも停電になった。うん、もう直そう。金センターさんが見てる。で、多分、うん、そうですね、見てるんだと思います。はいはいはい。はい、整理すると、アシュさん目線は僕、ゾニキさん、藤宮さん。そうですね。で、僕目線はアシュさんは無理だと思うから、うん、藤宮さん、ゾニキさん。で、多分この3人は多分お互い。うんうん。って感じですかね。藤宮さんって最後シールドまでついてます？いや、そこまで来てないんです。ストレージのすぐ出て右ぐらいです。オッケーです。俺、僕はどこ行ったんですか？あ、僕アドミンですね。ああ、アドミン。アドミン情報とかないですか、ストレージの人数。ストレージでキルフラッシュとか。キルフラは、キルフラ的なのがほとんど起きてなくて、うん、最後は5だったんですよね。オラスさんってアドミン入られました？アドミン入りました。あ、失礼、ストレージ入られました。あ、入りました、入りました。あ、じゃあそれがオラフさんだ。で、それまでは4でした。ゲンさん、ちゃんと見てました？ちゃんと見てました。それは。トマシャカイさんが左、まとめさんが右ってちゃんと言いました。キルフラどうしますか？方針お任せしますけど、多分、出る情報はもうないと思います。うん、まあ、まだ待ちでいいんじゃないかな。ガシャコーン。ゾニキさんだったら殺せてもいいか。あ、容疑者だから、バンバン詰めるか。ジミヤさん。かなぁ。まあでもタイミングでキルして戻るっていうタイミングでもなかった気もするんですよね。待ってくれ、リアクター。ちょっとタスク、急ぐですね。え、そう。治らないのか。容疑者一の時はもう爆速でタスクを終わらせて村に貢献した方がいい。ゴー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 。死んでもいいね。もうなんなら死んで幽霊で貢献してもいいし、容疑者減るし。余裕もあるのか。急やつだもんね。これはやばい、先生が。アドミンの、トノジェのところの、アドミン側の方で、タキオさんの死体がありました。アツメさんも死んでるか。アツメさんってリアクターいましたよね、確かに。いました、いた、いた、いた。リアクターの、覚え芸のところにナツメさんを置いて、多分みんな出たと思いますね。直したでは。あ、じゃあ僕とアシューさん絶対殺せないね。そうっすね。そう、藤宮源オラフが最初に抜けてって、はい、エレクトリカルストレージが閉まってたんですよね、はい、で僕はちょっと引き返してローアまで行った時に、マシャカリアシューが出てきたので、で僕十字路ら辺で終わっててリアクターの中までは確認できてないんですが、だから藤宮さん筆頭じゃない、いや、むしろ僕目線はさっき足湯さんも容疑者なんで、いや、足湯さん今回僕と一緒に、足湯さんとマサカリさんの二郎もむしろあるのかなと思ってますが、で、足湯さん第三者がリアクターに残っててっていう、足湯さんはできないと思いますよ、さっきの足湯さんできません、ね、センターさんができないって足湯さん言ってるんで、それって証明できない、僕と足湯さんの二郎な限りじゃない限り、一回最終位置言いません、なんか、うん、ストレージです、でもストレージ、ゲンさんとマシャカリもストレージです、マシャカリもゾニキロワです、ゲンさんもリアクター行ってたんですか、ゲンさんはいない、リアクター行ってました、ました、ただあのあでもアドミンかなり開幕に出てます、ゲンさんは無理っすね、藤宮さんとゲン、さんと、オラフさんが証明してくださると思いますけど、はい、ロワ側から抜けてるので、はい、ゲンさんは無理です、ゾニキさん、ゾニキさんって最初右側行ってなかったですか、あ、はい、初手右行ってます、リアクター行かんかったですよね、はい、セキュリティ、失礼、エレクトリカル、ロアっていう流れです、もうアドミンの切る可能なのは僕とゾニキさん、ゾニキさんやと思います、可能なんは、うん、ゾニキさんさ、はいはい、ロアじゃなくてアッパーの方抜けてなかった、え、ロアですけど、マシャカリさんとアシュさんで一緒に降りてきたんですか、一緒一緒、はい、完璧に一緒に降りてきました、ゾニキさんちょっとも、ちょっと聞きたいな、危ねえ、ボタンはないです、ご
どうすか。私が押します。うわー、連打、世界一遅いクリック。シャカリさんはどこに寄られたんでしたっけ？ストレージ、アシューさんと。で、お互いは城、はい、絶対ません、ね、絶対ずっと見えた。リアクターから一緒に抜けたんで、絶対殺さない。夏目さんを置いて出てきたってことですよね。てか、誰を置いてるか見てない。アシューさんが一緒に行ったのか。ほぼ先端さんゾーンに来たんじゃないですか。ローラーじゃダメなんですかね。ストレージのキルに関しても。先端さんがゾーニキさんが。あと結構時間経ってたんで、むしろゾニキさんが2キルぐらいしてるっていうのも終えるのかなと思って。ああ、それはわかります。はい、ゾニキさん一番ちょっと。初手のキルに関しては、アシューさんの下位置が私分かってなくて、先端さん、なんだ、どっちが狼かわからないんだよなんですけど、先端さんの先ほどの証言が正しいのであれば、引き返している方を見ているっていうことであれば、私でなんか、キルして引き返してるってことなんですかね。そしたら、なんか、レポートとか、それはどうなる、うん、光るんじゃないですか。そう、なんか、シチュエーション的には、なんか、ちょっと、ゾニキさんっぽくないなとは思って。ですよね。なんか、初手キルで私を容疑に入れるのは、ちょっと間違いない。まあ、でも、今回の容疑でいいんですか。今回は分かりますよ。だから、僕、ゾニキさん、藤目さんの二色とかも。あるかなと。そうですね、僕はそう思いました。初日先端さんってアシューさんの白を証明してましたっけ。してました、してました、してました、してました。それは覚えてる。それはアシューさんからかな。まあでも今回は、まあゾニキさんが、僕もゾニキさんには入れますけど、ここからついたいな。まあ2キルしたって可能性もあるんで、うん、3にしますか。ゾニキさん、リアクター対策してるとこがいいっすよ、これ。あ、そうですね、すぐ行きます。3でボタン、はいはいはい、内宮押します。じゃあ、はい、現じゃあおみさぼとか直します。あとカフェ周りも3人いた方がいいと思います。うん、そうですね、はい、決めます。僕は直していきます。てください。じゃあ僕も直していきます。足もリアクターいきます。うん、いいか。足さんとマシカさん一応崩す。あ、大丈夫か。一応崩した方がいいかな、この二郎が。一応あり得るかな。あれ、まあまあまあ大丈夫か。ストレージキルは無理か。泣かないけど。大丈夫。早っ。はいはい。ちょっとさっき先端さんがあの二郎を追うときにゾニキさんと藤宮っていうふうに言ったんです。それはどうしてそこのラインを、ゾニキさんが左から右に行って左に行くのを見たんですけど、はい、なんかキルして戻ってるようにちょっと見えなかったかなっていう、まあ、行動的にはちょっと初日とか。あ、そう、初日ですね。初日のキルは藤宮さんの方が僕は可能性高いかなっていう、先端さんと藤宮さんのどっちかかなっていうふうに思ってて、うんうん。で、2回目のやつは右にリアクターなってるのに行ってて、一人ドア、その字のとこは、ゾニキさんなんかなと思ってて。先端さんつって僕もつってもらえれば、むしろ終わるまで。終わるまでも先端でも。確認なんですけど、はい、さっきの、夏目先生キル、竹尾さんのキルですかね、時に先端さんってリアクター来てましたか。来てないです。いや、多分来てないです。だからローラースターはいいです。ゾニキさんの、はい、可能性があるんで。うん、じゃあどっちかっていうと釣るなら僕は先端さんから絶対ですね。うん、それがいいと思います。可能性でも藤宮さんしか。僕リアクター届かないと思うんですよね。いや、まあ、初日はあれですけど。あとリアクターあれ届きますよね。さんとすれ違ってほぼほぼ5秒も経たずにリポート入ってたんで。僕ら的には届くような感じしますよね、マシカリさん。それよりも可能じゃない人、そのリアクターの件をしっかり話してほしいです。可能じゃない。福君は無理。原さんとじゃオラフ無理なら、それぐらい到達してた人は弾いていいと思います、ね。マシャカリアシユも無理です。無理です。そこに、はい。
だからできるんだったらセンタンさん、センタンさんじゃない藤宮さん、うん、ぐらい。ゾニキさん。センターはゾニキさんだと思いますけど。単純にゾニキさんに生きるしてるか。そうか、あ、そうか、そうか。まあでも。今日だったら、今日センターさん。見切りなら、あの、伏見さん、白の場合、4人生存で無実のインポストの相方がいるんで、うん、そうですね、一番白い人を1人にして、1、3にして、O2 の分担してください。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。墓は冷えとんな。素晴らしい。はい。まあ、藤宮さんのどうすかどうかですね。はい。まあ、皆さん目線スッキリするのは僕は落としてもらっても大丈夫です。まあ千日ではあるし、うん、初日の用意もあるんですよね。はい。源さんのはどう思います？そうだと思います。これで違ったら鶴島が正解でした、ね。センターさんが逃げるっていうのは厳しいですか？センターさんに切る、ああ、先ターも誰か、リアクターをどうやってキルするのかって感じですか、うん、センターさんの最終位って、私センターさんとほぼ同一にいて、ストレージ右下のゴミ捨て付近です。いや、じゃあ無理じゃない。じゃあ無理や、うん、あ、そうや、そうや、センターさんと思った。タケオさんの方がセンターさんに切る近いですよね。そうですね、だから、うん、で、まあでもゾニキさん、センターさんが2キルできない。僕はそのゾニキさんの2キルがかなり濃いなと思ってるんで、それはある。でゾニキさんに2キルで初日は、まあ、センターさん、ゾニキさん、ゾニキさん誰かは、ね、あ、ゾニキさん無理なのかな。初日は分かんないけど、ゾニキさんは結局まあよく分かんない。藤宮さんがセンターさん殺せるから、じゃあ藤宮さんまで落としても全然 OK。 そうですね、初日の容疑者的には落としてもらっても大丈夫です、はい、ただこの場面で4人って結構厳しいと思うんですよね。まあ、うん、任せますけど。全然終わってない。そう、タスク終わってないから。いや、そうなんですよ。俺も終わってないですよ。死体発見が遅れると全然負けがあるので、まあ任せます。藤宮さんでいけると思うんですけどね。藤宮さんで終わると思ってます、ね。はい、僕もいけると思ってます。一番暗い人一人にしたら、大津で負けます。なんかすごい終わりませんけど。いやでも。決め打ちするか。いや、違ってた。ごめんなさい。話し合ってくれ。俺の遺言を。これどうす、ゲンさんどうす、俺の言うのもらっためっちゃ聞いてきます。いや、これ、こんなストレー決めませんよ、これ怖いと思いますけど。いやでも4人目線かも、ペアでもいいだけ高めてもらえれば、ペアでもいいんですけど、はい、どうしますかね。以外が結局は容疑者は僕も入るような気をされるとちょっとめんどくさいので、社会投票しちゃったわ。ひよっちゃいました、吹き抜けちゃいました。すごいなんか中途半端だな。あら、好きですね。いや、あのタスク一番終わってない方、あのついていただけませんか、藤宮さんに。そうですね、我こそは。あ、僕が終わってないっす、はい、僕も終わってないっす。あ、じゃあ、うん、おー、けどセンターさんの引いてるなぁ、面白かったです。あ、赤間引いてんなぁ。あの冷えてる感じを感じ取れるセンターさんです。今日、今日冴えてます。今日センターさん冴えてる。マジで冴えてる。名推理だった。墓場の喋ってなかった。そう、墓場の温度まで刺す。冴えてる。マジでやばい。それはあのね、夏目が、うん、飲もうって言ったらサンタさん、あ、はいで感じで、竹尾さんガン無視するからで、マジで、その後ゾニキさんが来て人を吹いたからちょっと変わるかと。ゾニキさんがスピーカーミュートしてて、スピーカーミュート、またなんか聞いてるターンがあって、その後センターさんが来たから墓場考察合ってんな。めっちゃ完璧だった。いや、今日どうしました。うん、あの、え、これ、あー、わからんな。シエさんのセリフはないですかね。いや、センターさんが結構無理って言ってたから、僕はアシュさんセリフはないと思うし、アシュさんさっきの2キルできないか、あー、でもそれは理由ないか。うん、正直さっきひよってしまって、自分の中でも結論が出ないから、ちょっと先送りにした感はあります。はい、また考え直したいなという意味を込めて押しています。あー、はい。はい、そうですね、みんなゲンさん、モラフさんも絶対無理で、マシャカリさんも5目線絶対無理で、藤宮さんの時点も僕しか空いてないんでってことですよね。いや、でもいいかもね、アシューさんと藤宮さんの、はい、まあややこしくなるけど、アシューさん死んだ時スキルも多分してないと思うんで、もう一郎が結構疑うんだったらそれでもいいかも、ね、うん、
ああ、そっか、そっか。だから結局その、それもあり得る話です。はいはいはい。ああ、そういうことか。そっか。結局、まだ手を染めてないだけでっていう。そう、だからこうやって良きところで押していって、白圧迫するのも、うんうん、手ではあるかなとも思ってのスキップなんですけど。ゲンさんがローだったら、やっぱ、あそこはまあ、クルーずっときたい場面なんだ。4人より5人の方がいいっていうのは納得できる。ゲンさんとラフ君は、比較的白いのかなとは思ってます。やばい、もうパワー系だから殺しちゃいと思って入れちゃったわ。はい、でもね、僕、藤宮さんがなんかだいぶ足湯に対抗してきてた時あったじゃないですか。ああ、そう。あれ押し付けたかったんかなってちょっと見えちゃいました。あの先端さんが、結局白かどうかっていうのをちょっと僕が整理できてなかった。するのはリスクしかないからね。藤宮さん的には先端さん白だと思うんですか？ああ、多分さっきの竹尾さんの犯行はもうゾニキさんの2キルなのかなと思ってるので。ゾニキさんが黒だったら足湯さんの隣でやりますかね？黒はインポスターから絶対疑い値になるじゃないですか。うんうん、それやったら僕はゾニキさん黒金するのは足湯さんは白だと思う。僕の2キルを考えるのはちょっとねおかしかった。マジか、殺したいな。ってなったら僕は藤宮さんに入れます。すげえ整理値だから殺したい。ただ今殺したいって言った方を私は結構疑っちゃいますけどね、これで終わる。ああ、ごめんなさい、それはもうちょっと僕の勝負なんで申し訳ない。まあ、厳しいです、ね。すみません、まあこれも、うん、終わるね。本当に終わるかもしれない。二郎座ね。どうなんだろう。終わると思う。終わりますよ。僕ね、ちょっと整理値なんで、なんか、めっちゃ揺れてた。すみません。いや、あのね、ダブル、あれでなんかエレクトリカルドサキューとかされて疑われるの嫌だったんで、もう殺しやかった。終わってなかった時が怖いなっていう理由でちょっと気負ってしまいました。申し訳ない。言ったように、キルもしてない可能性もまああるっすもんね。いや、ナイスキルでした、藤宮さん。結局、どっちがどう殺したんですか？初日のストレージは藤宮が。いらんこと言ったな、私。いや、組み隠ればよかったな。もうちょっとタスク進んでるんだったら、結構、脳死で藤宮さんする場面なんですけどね。いや全然、やっぱ5人よりは4人の方が、そうですね。やっぱいいので。4人の打ち合わせもできてなかったんで、全然良かったと思いますよ。いいですね。ちょっと、うん、ちょっと保留期間を作った方がいいかなって思います。どっちも正解、つってもいいし。内宮も隠しろ位置にならなきゃダメだったな。いやー、すいません、センターさん。ちょっと僕が通用してしまって。全然もう、僕、誰とも会ってないんで、最後しか。ここは仕方ないですね。推理も残せたんで。うん、今日センターさん耐えてるから、死んだ後、霊界が冷えてることすら一瞬で見抜いてたからね。何冷えてるんですよ。何があったんですか、霊界で。それはアーカイブで、それちょっと。あ、わかりました。またお楽しみ。極寒すぎた。後半へ続く。よかったんすね。竹雄さんに2回無視されました、自分。うわぁ、後で見て。なんかね、いやでも、墓場行った瞬間、なんか、夏目さんがなんか、ぶつけーせめでーすみたいな感じで、うわー、ぶん殴りてそんな声じゃない。ぶつけーせめでーすって、お疲れ様でーす、殴りてーやべー、もう一回サンダーギくらいしたら、あ、赤間引いてんなっつってブーってなりました。ちょっと思った。最初サントさんがさ、なんか、あ、どうもみたいなさ、いつものさ、こんな感じじゃなくて、墓場だったらさ、なんか、うん、暗い感じで来るからさ、あれあれこれこれみたいな感じになって、それでビューンって言うから。いや、まぁ、あ、ちょっと緩急つけようかなとたまに思ったら、ちょっと、たまたまね、ヒーローに噛み合っちゃっただけな。そんなことないですよ。緩急。センターさんの足湯さん、白が個人的には強かったな。そう、あそこをグレイチかと思ってたから、うん、無理やりグレイチ持ってこうとしたんですけど、あれで白いチ作ってくれたから、そう、うん、それがなちょっとやりやすかった。